もともとミレニアム開発目標というのがあって、世界の貧困をなくすための目標だったんですけれども、その達成期限が2015年まででした。で、2015年を前にして、じゃあその次の目標どうしようかという話をしているときに、持続可能な開発目標、ただの開発だけではなくて持続可能な開発に今度はすることが必要だろうということで SDGs が生まれました。SDGs というのは2030年を目指した世界の目標です。目標は17個あって、でその下に169個のターゲットというのがあります。ターゲットというのは17の目標をもう少し具体的に噛み砕いた形で、それから数値目標なんかを入れて、作ったような目標です。そして、この目標とターゲットの進捗を測る必要があるので、その進捗を測るための指標というのがあります。まだ完全に決まったわけではないですけれども、指標は今のところ230ぐらいになるというふうに考えられています。ですので、17目標、169のターゲット、そしてそれを測るための230の指標、この3段構えが SDG の一つの特徴だと言っていいかと思います。それからミレニアム開発目標というのは、主に発展途上国の貧困解消というのが目標だったわけですけれども、 SDGs は発展途上国の貧困解消はもちろん大事なんですけれども、そのためには気候変動の問題を解消したりとか、海の問題、水の問題、いろんな問題が絡まっているということが前提にあります。ですので、非常に、包括的な目標ですし、発展途上国だけではなくて先進国も対象になっているというのが SDG の特徴ではないかなと思います。ただ目標といっても、法律でぎっちり決まってるというような目標ではなくて、ビジョンといいますか、長期的にこっちの方向を目指していくんだというようなことが書かれているのが、SDGs の特徴だと言っていいかと思います。そうですね。まず一つの利用方法というのは、SDGs は国連で決まったグローバルの、そして長期の目標ですので、自らの活動、地方自治体にしても企業にしてもですね、活動を、正当、活動に正当性を与えることができるというのが、一つの大きな利用価値じゃないかなと思います。しかもその正当性がですね、普遍的な価値に結びついているということですね。だから、企業の活動というと得てしてこう自らのこう利益だけを追求しているというふうに思われがちかもしれないですけれども、そうではなくて、より公共の利益、公共の目標に貢献しているんだということを示す上で、SDGs はすごく企業にとって、特にですね、メリットが高いのではないかなと思います。それから、地方自治体、企業両方を言えることだと思いますけれども、グローバル、そして長期の目標が、長期といっても2030年、15年後ですけれども、それが書かれているのが SDGs ですので、普段活動しているとより短期的な利益であるとか、割と目に見える範囲の利益を考えがちかもしれないけれども、そことそのより長期的グローバルな普遍的な利益を考えることができる、それを結び合わせることができるというところで非常に大きなメリットがあるのではないかなと思います。そういう意味で、地方自治体なんかもですね、もちろんそこにいる人たちに利益を提供するというのが一番の目標になりますけれども、そのことがですね、実は世界的な大きなことにもつながっているということを示す上でもですね、 SDGs というのは非常に価値が、有効利用価値があるんじゃないかなというふうに思っています。いろんな国の政府がですね、今SDGs に基づいた計画を作っているところです。進んでいる国ではすでにこう SDGs に基づいて予算を立てているというような国もあります。それから発展途上国なんかだと SDGs に基づいた国の開発計画であるとか発展計画を作っているというところもあります。日本の場合は
政府の中に推進本部というのができて、その長は内閣総理大臣ですけれども、すべての省庁、すべての大臣がこう集まって、で SDGs の実施を考えるという仕組みはできています。ただ予算を実際 SDGs 実施のために取ったりですね、というのは非常に限られていて、まあ、これからやることが多いのではないかなというふうに思っています。それから、政府のその、推進本部のもとにですね、円卓会議というのが設置されています。その円卓会議というのは大体がステークホルダーの代表が入って、で、いろんなことを決めていくというような仕組みになっていますけれども、昨年の12月ですね、2016年の12月に、実施指針と SDG の実施指針というのを、その円卓会議、それからその上の推進本部ですねが決定して決めました。で、まあ、この指針、それから推進本部というのが軸となって、これから実施していくというのが政府の取り組みかと思います。今政府での取り組みの話をしましたけれども、実は SDGs の一番の特徴は、政府以外の人が目標に向かっていろんな行動をできる、あるいはいろんな行動をしている人と結びつき合えるというのが一番大きな特徴であるし、重要な点じゃないかなと思います。例えば日々の行動でいうと、電気を使わないときは消したりですね、あるいは LED に電球を変えたりですね、そういったことで、まあ、環境のことを考えるということは、いろんな方がやり始めていることだと思うんですね。でも実はそれは環境のためだけではなくて、そうすることによって発展途上国で使えるための使うための、資源が増えていったりですね、いろんなことが世界につながっています。まあ、そういったこと、実はその身近な環境の問題を考えること、そして、自分たちの、経済的なベネフィットを考えることなんだけれども、それも世界につながっているということを示しているのが SDG なんだと思います。まあ、そういう意味では、例えばトイレ、ウォシュレットの、トイレだとこう電気が暖かくなってますけれども、あれ蓋閉めるだけでかなり電力が削減できるというふうに言われています。その蓋をちゃんと閉めるであるとか、あるいは食べて普段の食べ物ですね、それを残さないとか、残したものは、まあ、最近だとフードバンクというのがあったりしますので、そういったところに送っていくということで、いろんな資源の無駄をなくすということなんかは一つできることなんではないかなと思います。それから、まあ、環境のことももちろん大事なんですけれども、例えば老人であるとか子どもであるとか、そういった人たちに、まあ、平たい言葉で言えば親切にしたりですね、例えば席が空いてたら座れるようにしてあげる。実はだんだん長い、それが長い距離になっていくと、そうすることでその老人であるとか子どもであるとかの活力、元気あたりにもつながっていきますし、そういったことが実は社会全体の活気にもつながっていって、そして、まあ、長期的により持続可能な世界にしていくということがいろいろあります。実はそういうヒントがSDGs のターゲットの中にいろいろ書かれています。まあ、そういったことを個人でやることが実はグローバルにつながっていくっていうふうに考えるのは非常に楽しいし、やりがいのあることでもあると思いますので、実はこの個人がやれることというのはすごく重要なのではないかなと思います。 SDGs が一番求めているものというのは変革です。まあ、少しずつ変えていくっていうのはもちろんできるんだけれども、 SDGs を含む2030アジェンダというのがありまして、その中に書かれているのは、まあ、我々の世界を変革するということなんですね。で、変革ということを考えると、まあ、すごく大きいことなんで、あまり自分たちでできないんじゃないかって思うかもしれないですけれども、実はそんなことはないというのが、まあ、SDGs の一つの目指しているところの特徴かと思います。例えば車ですけれども、車ができてから、車の前馬車だったわけですね。馬車から車の社会に移行していって、で馬車がなくなる、ほとんどなくなっていくというまでに15年かかってないっていうふうに言われています。それから例えば携帯電話ですね、今自宅にあんまり電話を持たないで携帯だけを持っているっていう人も非常に増えていると思います。そういったことも、
まあ、例えば15年前どうだったかなというふうに考えると非常に大きな進化変化だと思います。実はそういったことっていうのはある一つの行動であるとかある一つのこう動きがきっかけとなって、大きくなっていくものなんだと思います。で SDGs というのはそういった動きをこう活性化させる、例えば目標の何番に10番であったり11番であったりそういうある目標についていろんな人がこう行動を集めていく、でそれによって行動を、まあ、我々スケールアップと言いますけれども一人のいい行動だけではなくて一人のいい行動をみんなのいい行動にしていくと、いうことができるのが、まあ、SDGs だと思いますので、そういった人と人とをつないでですねそれを大きなうねりにして、変革につなげていくと、いうのが、まあ、SDGs の目指しているところではないかなというふうに思います。